お迷いなくね、そういう気持ちで打席に立ってくれということじゃないですか。昨日はある意味狙って打ったボテボテの当たりのショートゴロでした。まあ、でもスクイズも、ね、考えてもいいんですよ。あ、スクイズですか。いや、だからそういういろいろ選択肢をね、やっぱり打たせるようなふりしてスクイズに可能性ありますね。昨日は二遊間はセカンドのダブルプレーを狙おうという守備隊形、しかし今日はバックホーム体制。まあ、でもお膳立ては十分できましたから、岩田に任せるとこは。さあ、武田が思考をしのぐことができるかどうか。その初球外れました。栗山監督は昨日の場面、内野を前進守備させなかったこと、そのペースも想定したそうですが、そうなったらそうなったで、ね、井端もおそらく違う打ち方をしてきただろう。まさに今日シチュエーションは違いますが、同じようなケース、ワンアウトフルベース。さあ、井端はその頭の中どんな打球を描いているのか。実は井端は昨日の打点が15試合分の打点だったんですが、タイムリーヒットというのになると4月